皆さんこんばんは、水野優香です。今日はね、自分のね、もう味に本当に飽きてしまって、ネットで買ってきちゃいました。じゃじゃーん、カルディです。カルディって普通のスーパーじゃ売ってないものも買えるし、ここにしかあんまり売ってないんだよねっていうスイーツもあったりするので、私の大好きなスイーツだったりリピート品だったりご紹介していきたいと思います。ではどうぞ。今回はどうしてもこれが食べたくてゲットしちゃいました。こちら、ボロショコラです。カルディですごい有名なチョコのねケーキなんですけど、濃厚で美味しいですよね。私も本当に大大大ファンです。これがね、ものすごく食べたいというか、甘いものを体が欲してて購入しました。これは北海道産の牛乳を使用したポロショコラで、中がね、5等分に分かれてます。チョコレート好きにはたまらないお菓子だと思います。レンジでちょっとチンして、ちょっと生クリームを添えたりとか、バニラアイスクリームを添えたりとかして食べるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。だからね、もうちょっと2つあってもすぐペロリと食べちゃうんだろうなと思いつつ、やっぱ疲れてる時とかイライラした時とか、甘いものね食べるとちょっと元気になるのでいいと思います。では次、うちの主人も分散出勤だったり時差出勤だったりして、お家にいる時間が増えたので、もうね、外でね、やっぱりこう飲食店に行くことがなくなったので、もう定番の安くて美味しいこのレッドウッドのワインを赤と白両方買いました。すごいね、2本買うと重いんですけど、ネットだから家まで届いてすごい楽だなと今回思いました。白はね、炭酸で割ってスプリッツァにしてね、飲むとね、すごく夏、さっぱり飲めるので大好きで、私は赤ワイン全く飲めないんですけど、主人はね、赤ワインね、結構好きなので、両方購入しました。で、お次は、私の大好きなやつなんですけど、主人も好きなので、買っちゃいました。この GS ブラックティーのアールグレイです。これね、アールグレイのこういうアイスティーが作れるものって結構少なくって、去年の夏も購入してすごい美味しかったので、もう4、5回は買ってるリピート商品になります。これね、水で割ったり、炭酸水で割ってティーソーダにしたりして飲むと美味しいです。最初からね、甘いので、甘党の人はちょっと甘すぎんのかなって気はしますけど、私は大好き。では、次。ニンニクの旨どれです。グリーンのね、蓋になったサラダの旨だれはすっごい人気なんですけど、それのニンニクバージョンが出てたので、ちょっと気になるなと思って購入してみました。カルディでよくね、取り扱われてるモヘジさんの商品なんですけど、絶対美味しいと思うんだよなぁ。そう、緑のね、旨だれも大好きだけど、初めて見たので、試しに買ってみました。では、次。視聴者様が教えてくれてずっと買いたいなと思ってたものがこちらです。塩レモンのパスタソースです。これがね、夏になると出てくる商品なんですけど、この塩レモンのパスタソース美味しいよっていうコメントいただいて気になってました。
これ一つで一人前で、チビに食べれるかなわかんないんですけど、わかんないなと思ったので、主人と私分の二人前で、ちょっとチビに食べさせてみようかなと思ってます。パスタ以外にも茹でた魚介とあえても美味しくいただけるって書いてあるから、エビとかイカとかと混ぜたら美味しいのかな。さっぱりして美味しそうだなと思って、自分で作るときに塩レモンパスタって作ったことないので、ちょっと試しに作ってみたいと思います。塩レモンのパスタソースでベーコンとしめじとアボカドのスパゲッティにしてみました。すごい美味しそう。ではいただきます。お次はこういうのあるとやっぱ便利なのでまた買ってきちゃいました。スンドゥブチゲの素です。豚肉や豆腐とかと一緒に煮込むだけでできちゃうスンドゥブチゲの素。スンドゥブもね、なんかね、定期的に食べたくなるんですよ。で、カルディのこのスンドゥブチゲの素は食べたことなかったので、いつもね、スーパーで売ってるやつで気に入ってるやつあるんですけど、たまにはちょっと違う味もいいかなと、ちょっと試しに買ってみました。なんか辛いの、もう欲してくるんですよね。こういうアジア系のね、ご飯ね、食べたくなってる。すごく体が。なので、これをちょっと作ってみたいと思います。そのアジア系のご飯が食べたいというところでこれも買ってきました。トラちゃんのナンプラーです。タイ料理には欠かせないナンプラー。カルディさんだとナンプラーすごい種類あって、ネットでどれにしようかなって悩んだんですけど、これをね、私タイに行った時にね、売ってたのを覚えてて、これ美味しいんじゃないかなと思って買ってみました。これでね、やっぱガパを作ったりしたいなと思って今回ね、買ってきましたね。このね、ナンプラーのね、癖のある香り、美味しいですよね。チビリもね、ちょっと入れるぐらいならね、食べてくれるんですよね、ナンプラー。辛みを入れずに、ガパを作れば子供でも食べれるので、おすすめです。次、これも視聴者様に教えてもらって気になってた、アヒージョのシーズニングです。スペイン代表的なタパスって書いてありますね。エビやキノコを一緒に入れて作れば美味しくできるそうです。もう私アヒージョも大好きなので、これ試してみようかなと思って。しかもこれカルディオリジナルのシーズニングなんですけど、1つで2袋入ってるし、お値段はねすごく安かったです。アヒージョ食べたい。バゲットと一緒に食べたら絶対美味しいですよね。なんかもう食欲がすごい今。では次、送料無料まで買いたいなと思ってちょっとお高めの商品手を出してみました。こちらです。モヘジの出汁。モヘジの出汁って時点でめちゃくちゃ美味しそうと思って、これちょっと高かったんですけど、やっぱりね、出汁が美味しいと料理がね、すべてちょっとずつこうグレードアップするのでいいなと思って、ちょっと試しに買ってみました。化学調味料保存料無添加のモヘジのタレ。昆布は北海道産、焼きアゴは長崎県産、イワシの煮干しは九州産、かつお節は鹿児島産、椎茸は国産の出汁。これでお味噌汁作ってもいいし、煮物とか、あとうどんとかそばにもいいみたいです。美味しそう。あと、しゃぶしゃぶとかもいいですね。これをつけといて、一日ね、一晩置いといて、出汁取っといて、作るのも良さそう。これ全部で30袋入ってますね。あ、しかもテトラ式のティーバッグになってた。ちょっと開けてみよう。ちゃんとね、ここでね、こういう風になってるし、うん、いいか。あ、いい香り。テトラ式。こういう三角形のパックになってるから、すごいいい感じに出汁出そうですね。ちょっと今夜の味噌汁これで作ってみようかな。なので、ちょっとこれでね、料理の質を上げてみたいと思います。美味しい味噌汁。美味しい、やっぱり。今日ね、モヘジのね、お出汁で取ったの。あ、ちょっと違うお出汁なんだけど。どう？違う、いつもと。いつもと違う。おいしい？どう違う？なんかお味噌汁の味と混ぜたさ、材料が違うって感じします。おいしいですか？うん。お箸おかしいよ、左手じゃないよ。では次、これもリピート買いです。パンダマークの杏仁豆腐です。これ大きいのと
ちっちゃいの買ったんですけど、大きいのがうちで、これはね、近所のね、ママ友にね、購入しました。これはね、もうほんとね、言わずと知れたカルディの超人気商品で、オリジナルのアイテムなんですけど、ほんとにね、この杏仁豆腐、味が美味しい。プルッとしてて、さっぱりしてるけど甘くて、私大好きです。うちの主人もチビリも杏仁豆腐大好きなので、喜ぶなぁと思って、もう大きいサイズをね、初めて買いましたね。いつもはこっちのサイズで買うんですけど、まあ、送料の関係もあって大きい方購入してみました。これよく冷やしてね、食べると美味しいんですよ、本当に。だから食後のデザートにね、これ出してあげようかなと思ってます。ではラストです。こちら、カルディオリジナルのカフェオレベースでーす。販売希釈のやつで、結構ね、ネットでもいろんなところでも人気でよく見かけるんですけど、まだ一回も買ったことなくって買ってみました。うちの主人も家で作業してることも多くて、私も今家でね、できる限り仕事するようにしているので、もうね、飲み物がね、いくらあっても足りないっていう感じで、カフェイン取りすぎは良くないから、もうこれとかこれはね、1日1杯って決めて飲もうと思ってるんですけど、あるとね、嬉しいからちょっと買ってきました。これもね、加糖ですね。なので甘いの苦手な人にはちょっとダメかなって思うんですけど、美味しそう。ただの紙パックだとこぼれちゃって嫌だけど、ここがこう、なんて言うんでしょう。何式って言えばいいんだろう。このね、キャップ式か。もうバカじゃん。キャップ式だとすごいいいですよね。なので、それもいいなと思いました。以上で全部で14点購入しました。カルディのネットでちょうど無料になる金額を超えたので、ギリギリ買えてよかったです。本当はね、冷凍のブラッタチーズとか買いたかったんですけど、常温冷蔵と冷凍だと、その、クール便になっちゃう関係で、送料無料までね、購入することができなかったので、買えなかったのがすごい残念なんですけど、まあね、店舗に行った時に、ブラッタチーズは買おうかなと思ってます。カルディってやっぱ商品が大量にあるので、口コミでね、いろいろ教えてもらえるととっても嬉しいです。なので、カルディのおすすめ商品あったら、ぜひぜひ私にも教えてください。では今日の水のゆかチャンネルいかがだったでしょうか？カルディ行きたくなったよって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。